申し訳ありません。アイリス家のファイルにはそのような役者の情報はないようです。お見せいただいた写真に一致するものもありません。想定の範囲内ね。もう少し聞かせてほしいんだけど、普通人が夢の中に入るときはどんな痕跡が残るものなの？ドリームプールの記録のことでしょうか。装置はリアルタイムで心拍数、血中酸素濃度、体温などのバイタルサインをモニタリングして統計を取っておりまして、異常データはファミリーによってフィルタリングされています。また不適切な行為を発見した場合は直ちに対応措置が取られることになっています。申し訳ないのですが、ホテルにはその権限がありません。そうした情報はハウンド家が一括管理しておりまして、具体的な問題が発生した場合にのみこちらに転送されるようになっているのです。ここじゃ何もわからないみたい。少なくとも次に誰に会えばいいかは分かったわ。ついでにハウンド家に事件について聞けるしね。アレイさん、いろいろありがとう。そういえばロビンさんは大丈夫？私たち彼女の公演をすごく楽しみにしているの。大丈夫？それはどういう意味でしょうか。ロビンさんがどうかされたんですか？調和セレモニーの準備は順調に進んでいますので、特に問題はないと思いますが、彼女ならきっと素晴らしい公演にしてくださるでしょう。ええ、きっとそうね。やっぱり誰もロビンさんのことを知らないみたい。驚くことでもないけど。でもそのホタルって子も謎めいてるわよね。ホテルのシステムでも彼女に関する情報が見つからないなんて。密航者だとしてもピノコーニーに来た後は偽の身分が必要になるでしょ。彼女は遺産争奪戦の参加者なのに、一体どうやって誰にも気づかれずに無境の中に入れたのかしら。ホテルの客室にあるドリームプールの他に夢の中に入る方法ってあるのかな。メモキーパーは常人には理解できない能力を持ってるから、ピノコニーの記憶域なら水を得た魚のように動けるでしょうね。実際ブラックスワンがそれを証明してくれたわ。そして性格ハンターのハッカーは信じられない方法で無境ホテルの封鎖を解いてみせた。しかも現場を見た彼女によれば、ホタルの事件の裏でも性格ハンターたちが動いていたみたい。ガーデンオブリコレクションに性格ハンター、確かにどっちも可能性はあるね。じゃあカンパニーはピノコニーを手に入れようとしてるなら何かしらの準備とかしてるんじゃない。君たち一体何者だ。ブラボー作戦チーム指定の位置に到着。武力避難作戦実行準備よし。やろうぞ、やれ。武力避難？リーダー、もしかして酔っ払ってるんですか？お前に何がわかる？この方が効率的なんだ。総監に見つかりさえしなければいい。報告後回しにしろ、わかったか？そんな、勘弁してください。僕の年末賞与はあの雪に覆われた星でなくなってしまったんです。部門の重大規律違反リストに自分の名前を載せたくはありません。ねえ、あれ見て、今の声ってルロブルグにいたカンパニーの連中じゃない？ひ
宿泊客の皆様、スターピースカンパニーがホテルで特別業務を行うことになりました。避難担当のスタッフに従い指定された安全なエリアへ向かってください。指示に従っていただけない場合、強制措置を講じます。痛い思いをしてもすぐ忘れるんだから、仕事中に飲んじゃダメだって言ったでしょ。君たち今すぐ彼を部屋まで引きずって行って、後で会議を開くからね。自己報告書の書き方を確認しておくように。トパーズ、まさかピノコニーで会えるなんて。久しぶりだね、請求列車のみんな。君たちのことはアベンチュリンから聞いて。大丈夫、彼らの言う通りにして。できるだけファミリーとの衝突を避けて、どんな行動を取るにしても事前に私に報告すること。はい。見ての通り、ピノコニーでカンパニーは歓迎されてなくて、ファミリーの友好的な態度も表面的なものなんだ。かつての辺境の監獄が今ではカンパニーの社員を縛り付けてるなんてね。招待状を持ったアベンチュリンだけがパーティーへの参加を認められて、私たち同行者は夢に入る資格すらないから、現実のホテルに泊まるしかなかったの。だからアベンチュリンさんはあちこちで協力者を探してたのね。無境の中ではカンパニーの援助が期待できないから。うん、彼の状況はあまり芳しくないって聞いてる。そういえば君たちはファミリーが不利になる調査を手伝ってるんだよね。無境の外で何か助けが必要になったらいつでも言って。カンパニーは提携パートナーを大切にする主義だから。ありがとう、トパーズさん。ちょうどハウンドたちに事件について聞こうと思ってたところなの。もしかしてもう彼らと接触してる？それならちょうど私の後をつけてきてる人たちがいるから、直接聞いてみるといいよ。よかった、これで私から目をそらしてもらえる。ずっと監視されてて困ってたんだよね。アベンチュリンと取引してみてどうだった？大変だったんじゃない？あの人はああいうスタイルなの。オール・オア・ナッシングが口癖でね。いつも親しげにしてくる一方で、取引相手を危険な道に誘い込む。やり方は人それぞれだから余計なことは言わないでおくけど、でもアベンチュリンは本当に運がいいんだよ。手がけた案件はほとんど成功してるし、賭けにだってほぼ負けない。だからピノコニーを取り戻す件についても期待してるんだ。二つの事件については残念だけどあんまり情報を持ってないの。詳しいことはみんなに調査を続けてもらうしかないね。俺たちは長官からの命令を実行してるんだ。お前何の用だ？私たちは前にミスを犯したからな。その穴埋めをするのに手一杯で、今は他のことに構ってる暇なんてないんだ。カンパニーの幹部であるトパーズを監視して、彼女がピノコニーにいる間はホテルレバリーの外に出さないようにする。今度は相手を間違えてないぞ。なるほど、あの時ホタルを追いかけてた二人か。なんでお前がまた因縁をつけに来たのか。
今度はおじけづいたりしないぞ。用があるなら早く言え。そうじゃないなら邪魔するな。あんたたち知り合いだったんだ。はあ、あんたってなんでどこに行っても前にボコボコにした相手に会うの？そうそう、うちらファミリーのために殺人事件を調査してるんだ。ホテルのドリームプールの記録を取り出して見せてもらえる？それは…こら、保安官がドリームボーダーから戻ってくるまで何も話しちゃダメだって言われてるだろ。な、何が殺人事件だ。デタラメ言うな。そうだ、話すことなんかない。帰れ。協力する気はないみたいね。でも上司がドリームボーダーにいることは話してくれたわ。なら直接その保安官に会いに行けばいいんじゃない？多分この子が言ってたギャラガーって人でしょ。本当に厳重な警備。きっとあいつらも事件のことで大変なんだろうね。ギャラガーどこにいるんだろう。おい、そこの二人。この先では今ハウンド家が調査を行ってる。関係者以外立ち入り禁止だ。ちょっと待て、灰色の髪のお前、どこかで見たことがあるよな。あんたピノコニーでどんだけトラブル起こしてるの？いや、間違いない、この前のやつだ。努力だの友情だのクロックトリックだの叫びながらあの金髪の子と一緒に俺を殴っただろう。今回は何があっても見逃さないぞ。帰ってくれ。さもないと土下座してお願いするからな。あんたこの人に一体どんなひどいことしたの？ちょっと待って、その私たちはファミリーが発行した書類を預かってるの。あんたたちの調査に協力するから、私たちがギャラガーさんに会えるよう便宜を図ってもらえないかしら。そのギャラガーってのは一体誰だ。もう何人もその名前を口にしているが、そういえばその灰色の髪のやつも前に言ってたな。ギャラガーがあんたたちを派遣したんじゃないの？俺たちは保安官に派遣されてきたんだ。それ以上のことは言えない。だからそれで合ってるじゃん。うちらはその人に会いたいの？ダメだ、ファミリーの名誉に関わることだから誰も通さないようボスに言われてる。さあ帰ってくれ。わざわざお互いを困らせる必要もないだろう。迷惑をかけてごめんなさい。行きましょう。他の方法を考えた方がいいわ。他の方法？そうだ、あんたこの前はクロックトリックってのでこの人を心変わりさせたんだよね。もう一回やってくれない？そのクロックボーイの不思議なマジック。誤解を解くだけだから悪いことじゃないって。お願い。ファミリーの名誉に関わることだから誰も通さないようボスに言われてる。分かったら帰ってくれ。わざわざお互いを困らせる必要もないだろう。
で、今は何時だ？何？もう定時か！任務終了だ！誰も俺の邪魔をするな！あんたのクロックトリックってちょっと危険かも。少なくとも彼が私たちを止めることはなさそうね。行きましょう。そのギャラガーって人を探して事件の詳しい話を聞かないと。やけに騒がしいと思ったらあんたらだったか。ようこそ。こんなところまで来てどうかしたのか。こんにちは、ギャラガーさん。その口ぶりからして私たちがここに来ることは分かってたみたいね。姫子さん、そう気を使わないでくれ。俺にさんなんかつけなくていい。私の名前まで知ってるの？ああ、知らないわけないだろう。あんたらは有名な請求列車の乗客で時計屋の客人なんだから。俺は黄金の時で一度そいつに会ってる。確かあの時は銀髪の女の子も一緒にいたな。あの子のことは本当に残念だった。それも私たちがあんたに会いに来た理由よ。列車としてもあの子の死を見過ごすことはできない。だからファミリーに協力して真相を明らかにすることにしたの。彼女のためにも正義を果たしたくて。まさか七死人がファミリーとつるんでるとは。これが運命のいたずらってやつか。ファミリーがどうかしたの？いや、なんでもない。気にしないでくれ。ピノコニーでファミリーを嫌うやつなんざいないからな。どんなに美しい夢に抵抗しようが、その時が来れば名残惜しくなる。暖かい場所から出たいと思うやつがいると思うか。そんなのはバカか子供か正気を失ってるやつだけだ。何かをほのめかすような言い方ね。まさかそんなつもりはないさ。事件について話したいんだろう。 OK、 それならついてきてくれ。ここは話をするのには向かないから場所を移そう。